今日午前9時40分ごろ、熊本市中央区の原島町電停と花畑町電停の間で、県群町行きの熊本市電と乗用車が衝突しました。市電の乗客や乗員、乗用車に乗っていた人に怪我はありませんでした。警察や関係者によりますと、市役所方面に走っていた乗用車が花畑町電停の手前で軌道内に入り U ターンしたため、後ろから来た市電と衝突したということです。乗用車には宮崎県から観光に来ていた60代の夫婦が乗っていて、 RKK の取材に路面電車が来るとは思わなかったと話しています。この事故の影響で熊本市電は現在もダイヤに乱れが出ています。